白露型駆逐艦は、大日本帝国海軍の一等駆逐艦の、艦級である。初春型駆逐艦の順道景艦とも言える、艦級であった。なお、一番艦の白露から五番艦の春雨までは、有明型駆逐艦に類別されていた時期もあった。当初、一計画で1400トン型駆逐艦12隻の、建造予定であったが、竣工した初春型一番艦、初春。 二番艦、コビは、過大な武装のため重心上昇が判明し、初春型の建造は、飛行済みの六隻で打ち切られた。1400トン型の残り六隻は、設計を改めることを決定、さらにともつる事件が発生して、設計を一からやり直し、初春型の改良型として建造されたのが、一等、白露型であった。計画番号は、F45D。 設計は初春型より復元性能を向上させ、性能改善後の初春型より速力を回復させることが主眼とされた。機関は初春型と同一、船体は全くの別設計とした。主砲配置は改装後の初春型と同じであるが、魚雷は初春型の6門では少ないとされ、海軍初の4連装魚雷発射艦を2機装備し8、射線を確保した。 船体は電気溶接できる DS 鋼の一部を使用し溶接の使用範囲を広げて軽量化を図った。またバラストの代わりとして艦艇外反を厚くして重心を下げ同時に船体強度の強化も図った。建造中に発生した第四艦隊事件により本型も船体補強対策が施された。電気溶接が多用されていたので 吹雪型駆逐艦区間に次いで大掛かりな工事だったという。続く2計画では同じ1400トン型駆逐区間14席を建造する予定だったが、手記などが手配済みだった4席で本型の建造を中止し、残り10席はより大型の浅潮型駆逐区間の建造に着手することとなる。結局本型は1計画2計画合わせて10席となった。なお、初春。 白露両型は共に規定排水量をオーバーしているが、このことは諸外国には伏せられていた。戦後、海上自衛隊発の国産護衛艦として、設計された春風型護衛艦のタイプシップの一つとなった。官邸類別等級別表においては、1933年12月15日、有明と夕暮れは初春型から外され、白露、しぐれ、紫と共に、 有明型駆逐艦として新設された。1934年10月13日、さらに夕立と春雨も追加されるが、夕暮れまでと、白露以降は、設計が変更されており、船体構造も大きく異なることから、同年11月19日、有明と夕暮れは初春型に服され、有明型は白梅型と改められた。 第二次軍備補充計画で計画された海風以降の4艦は設計が改められ、白露改め型もしくは海風型と呼ばれることもある。海風型駆逐艦は設計段階までは実際に使用されたものの、最終的には白露型駆逐艦に類別されることになった。白露型と並走、性能は同じだが、船体構造などが変更されている。 船体での電気溶接の範囲をさらに広げて、軽量化が図られた。しかし4隻の気候前後に第4艦隊事件が起こり、電気溶接範囲の制限や船体強度の検討を再度行って、設計を新しくし、工事を再開した。外観の特徴の一つとして、環境形状が変更された。これは、以降の環境の標準型を決めるため、開封建造時に、 ラシ環境より、上の実物大模型を製作して決定、浅潮型、影楼型の環境も似た形状となった。対空用に採用した 40mm 単装機銃2丁は、改め知らず夕方では 13mm 連装機銃2期に、改めたとされる。しかし、開封の講師時の写真には 40mm らしい、機銃が映っているなどはっきりしない。 また2 5ト、mm、ル連装機銃2機を搭載したとする文献もある。1 2 7トル連装砲 C 型2機、同単装 B 型1機を装備した。これらは最大行革55度だった。なお白露は単装砲に A 型改め1を行革55度に変更したものを搭載した。また夕立の一番連装砲は写真より B 型改めにであることが判明している。配置は改装後の初春型と同様、選手楼甲板に連装砲1機、看備状甲板上に単装1機、連装1機を背中合わせで搭載した。対戦後半になり、機銃増備のため単装砲は撤去された。25mm 連装機銃2機の搭載を計画したが、 上述した通り竣工時は40ミリメートル単装機銃2丁もしくは13ミリメートル連装機銃2機だった1942年末に96式25ミリメートル広角機銃2機と交換大小重量として予備魚雷2本と格納庫を撤去するよう通達されたその他に環境前に25ミリメートル連装機銃1機 主砲1機を撤去し25立方ミリメートル連装機銃1機を装備して合合作戦時には合計25立方ミリメートル連装3機同連装1機となった残存していたシグレとサミダレにはその後さらに単装機銃が装備されシグレではそのために搭載艇の一部を下ろしている日本海軍の駆逐艦で初めて4連装発射艦を装備する 改装後の初春型の6車線では命中の降参が低くなるとして、傭兵側が8車線を要求、3連装発射管と同じ重量の4連装、発射管を開発するという約束で、4連装2機の搭載が決定した。当初魚雷は90式魚雷だったが、改戦前に93式魚雷搭載に改造したと言われている。魚雷本数は、 昭和18年時点で14本、または12本となっている。何時の時点で魚雷が減らされたかは不明である。初春型から搭載された次発装填装置も搭載され、そのため後部場構前は、後部マストと共に無限に寄せられている。また、発射艦への情報伝達は、電性管をやめ、電話が使われるようになった。爆雷は、対戦中に36個に増備したという。 一般計画要領書によると計画は91式、爆雷36個、昭和18年の時点で95式爆雷18個または10個になっている。レーダーは1943年以降、前マストに22号電探を装備、その後13号電探も装備したものと思われる。アゴー作戦後の兵装装備の状況調査によると、しぐれ、サミダレは、 昭和19年後半の時点で、前マストトップに13号電弾を搭載した。水中弾新技は1940年の時点で装備されているが、竣工時からの装備かどうかは不明。水中上温機は開戦後の装備のようである。初期2隻は、後期初春型2隻と駆逐隊を組み、残りの8隻は、それぞれ4隻で駆逐隊を編成した。横須賀守布石の白露。 シグレと、初春型の有明、夕暮れで編成。1934年3月1日で、解体した奈良型駆逐艦4隻からなる仙台に、続く4代目の第9駆逐隊である。1938年12月15日付で、佐世保鎮守府の揉み型駆逐艦からなる仙台第27駆逐隊が、前鶴洋行部第34駆逐隊に転出し、入れ替わりに、 佐世保に転籍したため、三代目の第27駆逐隊となる。白露型の竣工が遅れたために編成には一年半もかかったが、白露、しぐれの収益に先駆け、改め初春型二隻で一水戦に編入されている。太平洋戦争中は、ライン攻略、インド洋機動作戦、サンゴ海海戦、ミッドウェイ海戦と広範囲で活動し、 第2弾進行作戦のため第4水雷戦隊に転籍してネズミ輸送や第3次ソロモン海戦等のソロモン諸島攻防戦に従事した。1943年7月、第4水雷戦隊の解体に伴い、第2水雷戦隊に編入されるも、夕暮れ、有明が相次いで戦没したため、最後の1年は白梅型サミダレ、春雨を含めて、 白露型4隻の駆逐隊となった。所属部隊と所属駆逐艦の変遷は以下の通り。各艦の戦歴は各艦の項目を参照。横須賀鎮守布石の村雨、夕立、春雨、サミダれで編成。1935年4月10日に解体した峰風型駆逐艦4隻からなる仙台に続く4代目の第二駆逐隊である。佐世保鎮守布石の海風。 山風、高風、両風で編成。1937年5月31日に解体した奈良型駆逐艦4隻からなる仙台に続く2代目の第24駆逐隊である。ありがとうございます。